やっはろー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジアジョギニハマーです。現在2023年9月24日日曜15時38分ですね。はい、ただいまですね、うちの会社の小さい先輩の話11話見終えまして、もう一回見ながらの、感想あらすじまとめ目終えましたので、はい、ここからは録画しております働く魔王様セカンドシーズンの2クール目11話、ややこしいですね、トータル23話、これをですね見ていきたいと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないために広告入ってきますので申し訳ないんですけども、それを我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションを確認いただくということでお願いします。はい、またこう画面ね隠しながらチャプター分けしましたんで、タイマー合わせていきます。3、2、1、スタート。統一想定誰？ノルドとは別人なんやね。普通こっちよね。これが商店街？商店街での建物のこと？あ、川や。砲術結界。新居。あ、寝室ね。急にオープニング。まあ、前回はちょっとあのエミリアにジーンとさせられました。正直理解できてない9割かな。アドラメルク、魔王とアシエスはどうなったのね。なんかゲロ吐きながら空中飛んでイケポチャしたけど。よし、はい、エヴァと3、2、1、スタート。勇者、先人に踊る。
を戦うふりやろうね。ガブリエル。やっぱノルドか。これどこに飛ばされたん、これ地球。西大陸。ああそうか、東やもんね、エフサハン。妖怪ややこ。バーバルチアとファーファレルね。言うてたね、木曜のここやって。戦うしかないのね。ああ。そういう意味ね、踊るって。リール巻いてる。うん。これ何やったんやこれ。あ、充電してんのか。
ちょっと話が全く分かってない。やっちまう方が、これ何これ。前回買ったあのお土産か。バリだよ。よし。はい、じゃあ B パート3、2、1、スタート。冷ややっこ。これあれだから北斗の拳で言ったら、騎馬大王の前で殺し合う霊と剣士郎みたいなもんやね。日本語で会話してるのかな、全員に分からんように。あなたの楽しんどる。おい。どういうこと？店主が7時間
あ、来た来た、原付。まあガブリエルは知っとるわな。50万円が。クラクション。保険も賠償もねえぞ。お、傷者が。なんでピザ屋のスクーター。ああ、馬で来たか。ああ、爆竹。まだおりへん。火炎瓶。その西の大陸もね、まあアルバートと。これ時差、これ。あれ、スーツ飛べんのか。なんでさっき叩かれたの。オリアス大聖堂。エメラダ。エメラダがなんかあれやね、廃墟者として捕らえられてるみたいな。何今の。何今の。腹巻き。何今の。ああ、突っ込んだ。いやいやいや、 50cc すごいな。足ですから出たやつ。おう、なんでやこれ。50万ね。
ああ、乗るで。ちょっとここの差がようわからんけど、なんか感動的やな。その前にね、ガブリエルやろう。ガブリエルとカマエルと、アフロサングラス、なんちゅう名前かな。アフロサングラスの名前忘れたな。あら、ラグエルか。よいし、はい、まあちょっと意味はほんまに、分かってません。理解はほぼできてない。いまいちその統一想定が誰かよう分かってませんし、何統一想定の何、エンテイスラの帝的なことな、帝的な人物で、雲の離宮、雲ってのはどっち、虫の雲なのか、空の雲なのか、どっちの離宮なんかな。まあまあ、それはどうでもいいか。まあ、まずは、商店街の地下にこんな通路があったとはなっていうアルバートと、鈴乃のシーンからか。で、その通路っていうのが商店街の寝室につながってた。想定がちゃうわ。統一想定の。で、統一想定、確か前回あれやね、今から半日内に統一想定を誘拐して、ノルドを奪還しようぜ的なことを確か鈴乃が言うてたんよね。で、ただそこにガブリエルがやってきて、多分想定内やったんかな。で、ゲートを使って西の大陸に飛ばしたと。ほんで、エミリアに関しては、まあ、要はオルバたちの、まあ何、手のひらで踊るみたいなことでええんかな。で、
もちろん芦屋もあのみょうがと冷ややっこの、手紙をよこしただけに、まあその何、どういうのまあ意思の疎通はできてるってことよね。で7時間戦ってたとことか、その間に魔王は携帯のとりあえずあのこれ久々見たわ、あれ一応持ってますよね、どっかなんなこの辺に。で、充電してアーシエスとゲンチャリできたと。ちょっとアーシエスと、サタンが融合したシーンとかっていうのはあんま覚えてなくて、アーシエスがだって出てきたのって原付免許のセンターやろ、融合したシーン家でちょっとそこ思い出せへんな。で、で、ヤドリギとかもよう分かってませんけども、ヤドリギというのは何、セフィラの木、え、違う、アラスラモスとアシエスはセフィラの木から生まれたんだっけ、そうだっけ。で、ヤドリギっていうのはそれが融合できる側、知識あるものみたいなことだけど、ちょっとこの辺もよくというか全然意味分かってません。ほんで、じゃあ他、お前は俺と融合したんじゃないのか、でもまたノルドとも、融合できるのかみたいな、なんかちょっとこの会話は全く意味分かってません。まあそんな中とりあえず原付のクラクション攻撃でね、突破してきた魔王、あれどこで魔力手に入れた、あれどこに突っ込んだの、あれドーンって、蜘蛛の離宮に突っ込んだんか、ノルドを抱えてきたから蜘蛛の離宮に魔力があったってことなんか、ちょっとその辺もようわからんな。まあ、ようわからんまま、とりあえずエミリアはようやくこうね、親父と再会できたっていうところでちょっとジーンときましたし、アシエスと、アラスラムスもちょっとようわかってないけど、とりあえず長年再会できてなかったんやなっていうのを思うとちょっとジーンときましたけどね。さあ、ただここからあとは、ガブリエルとカマエルとラグエルと、戦って終わるんかな、それとも13話まであんのかな、どっちやろこれ。まあ早くね、あの平和に、地方とね、エミリアの合同誕生日会やってほしいですね。はい、ということで、働く魔王様、セカンドシーズン、後半クール11話、トータル23話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分で自己紹介します。はい、自分はですね、自分はですね、はい、どこ行った、はい。はい、世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めないを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますけども、現在はコロナの影響で約3年7ヶ月仕事がほとんどございません。貯金と節約生活でなんとかやりくりしてます。そんな自分の本業を知っていただきたいので、ぜひ説明文にあります URL をクリックしていただいて、ぜひともチャンネル登録、本業の方もよろしくお願いします。はい、そして、この深田恭子さんと出た CM ですね、1年以上経ちましたけども、こちらの URL も貼ってますんで、まだ見てない方は見てみてください。アニメのリアクションその他もろもろスタートして今日で1277日目、長いことやってます。ただこれもっと長くやってまして、このチャンネルは2009年の4月25日から使っております。そして2020年の4月頭ぐらいから、2021年の8月18日ぐらいまでの推定2000本以上のリアクションの動画、自ら出て削除させられました。そんな悲劇を乗り越えてですね、この活動をなんとか続けてますんで、何卒応援のほどよろしくお願いします。以上、アニメリアクション人ことマジラジオギニハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。